チャンネルです。久しぶりにですねお散歩ツーリングに行ってみようと思います。まあ、あとそれとこのねジスペ系をちょっと最近全然乗ってなかったんで、まあ、バッテリーのこととかもね心配ですし、ちょっと乗らないとね、このいい時期ですからエンジンかけるかかるかな。お、かかりましたね。まだジスペケ7000しか知ってません。あとはまあそのサーキットに行くようになって、街乗りというかですね山道でどういう風な走りの違いが自分の中に起こるのかっていう試すっていう意味もあるんですけど、よし行きましょう。もう走ってないと暑いですからね。おお、こういうポジションやったか。そうですね、なんか久しぶりに乗ったんですけど、まあ N5 ばっかり乗ってるとすごい姿勢とか足とか窮屈やったりするんですけど、やっぱフルサイズなんで原付といえどまずすごいこう乗りやすいですね。視線がというか位置がすごい高く感じます。久しぶりにでハンドルがすごく広く感じますね。なんかもっといつも絞ってるやつに乗ってる気がするので、ジスペケに最初乗った時はえらいこれもう前傾姿勢でこんなん乗りこなせんのかな思ったけど、割と楽ですね姿勢も、うん、まあなんといってもまあ車体剛性がやっぱり素晴らしい現代のバイクだなっていう、ガタついてないなっていうのはありますね。はい、改めてで、まああの10万円セットのあのブーツを今履いてるんですが、やっぱりちょっと安心感ありますね。で久しぶりにスズキの夏用ジャケットも着てるんで、まあ、一応軽くですけど肘にねパッドも入ってますし、夏用のメッシュジャケット、メッシュのこのズボンのメッシュですけどちゃんとプロテクターも入ってますんで、そうですね、そういう用意はちゃんとしていかないとダメですね。今なんか元ブロガーのなんか若い人がなんか野営をなんかして炎上してる人いるんですけど、その話も後でいいか。今日は一人風に乗る、そして僕はきっと憧れたって何になる、いやしないのさそんな人、今日は一人風に乗る。働いてる時にね山に走りに行くっていうですね、発散独特のこの持論一番これがやっぱいいんですよね。みんなが働いている時に走りに行く。この辺からぶちかましたいとこなんですけど、なんかのサイン会やってるっていう
場所でもあるんで、ちょっとこの山に入るまではですね、ちょっと自重して走った方がいいポイントではありますね。このジャグリングショップ MDF のすぐ裏はもうこういうヨノコンっていう、もうこの走りのスポットに近いっていう、かなり恵まれてますね。そのうちこの実ペケもレーサー仕様になってしまうのかちょっとまだ今は分かんないですけど、でもやっぱこう125のホーストって感じですね。こうパンっていうダッシュ力みたいなのもやっぱりそこまで感じないですね。思ってる以上にスピードは出てるんでしょうけどね。なるほどね、こういうコーナーとかも昔はすごい緊張してたけど、なんちゃないコーナーに見えますね。サーキット行くようになるともっとグーってこうヘアピンみたいな感じで曲がってますもんね。そうか、そういうことか。サーキットに行くことによって自分のこの、ね、ライディング技術も変わんねやろな。だからなんかこうほら結構ありますやん、なんとか技術向上みたいなんで、こう1万円とか2万円払ってなんか習うみたいな。もう金スポで4000円、じゃあ3500円払ってあの叩き上げでもガンガン走るのが勉強になると思いますけどね。例えばこういうのでも、何の緊張もせんくなったな。昔なんかすごい緊張してたもんな、カーブ曲がるとき。別に何も緊張せえ、自然と。ほんであの上半身入るようになりましたね。こうこうグッとこう低く構えるようになりましたね。昔はね、どっちか言うとこう手ギューって突っ張ってたんですよ。こうやってでいろんなとこにこう力入ってたんですけど、全然。ああなるほど、 N5 でめちゃめちゃ窮屈な分、ジスペケに乗るとすげえポジションが楽なんで。ああなるほどね。これはねスピード出すとか出さないっていう問題じゃないですね。やっぱこう体でこう覚えてきたことが、ああなるほど。前までやったらごっついこう、例えばあのカーブね、あのカーブがあって、やっぱり姿勢とかっていうのは勝手に作られるようになるな。で手がやっぱ曲がるね。前まで突っ張ってたけど手がしっかり曲がって、そっちの方をこう体を入れてマシーンを倒そうっていう意識が下半身にもあるし、まあまだ今そんなスピード出てないからあれですけど、なんかバイク乗るのが楽しくなったな、街乗りの。そうなんや。まあ苦手な下りだったらまた変わるんかもしれんけどね。アウトインアウトってなんか誰が言ってたな。ライン取り、ちょっとそんなんはまだよくわかんないですけど、でもジスペケぐらいになるとこう膝すりっていうよりかはもうニーグリップしてこう体入れて倒して曲がって乗るっていうことでいいんですよね。そんななんか行動とかで体をずらして膝をすってまで曲がるなんて危なくないですかっていう
で僕もね N5 ね膝擦りたいわけじゃないんですよ最近では本当に。ただもう膝が邪魔やから致し方なく膝を出してるっていう部分が最近はあって、ものあんまりあのこうもう何やったら内々にね足とかもねステップにねとどめたいんですよね。というのもほらこれこれもうあのバンクセンサーっていうんですか、そのステップのあのつま先がもう擦れてもあの取れちゃったんで、だからやっぱり擦りたくないんですよね極力。うん、だからこれはね大きいバイクなんで、ジスペケはそんな膝を出す必要も今はないというね。うん、ジスペケ乗りやすいわ改めて、なんかほんまに一から乗ってるって感じする。ジスペケいいな。うん、もちろんこうもっと低いギアにしないとあれですけど、伸び伸び走る分にはすごくポジションも楽やし、うわやっぱジスペケでも日本一周してみたいな伝説。でもね皆さんね、僕が鈴木のハイから伝説行ったと思ってる人多いと思うんですけど、一番最初はねこのジスペケで伝説に行ったんですよね。寒いねまだ冬の時期にこれで勝ったばっかりの時にね、東京大阪間、しかも山川ルートでね雪が降る中東京大阪間1日で移動したっていう伝説の本当に40歳超えてんのに原付で東京まで行くんみたいな、結構ねその時はね軽い衝撃を走ったんですよマジで。183センチの身長の人がそうかジスペケ125いけんねやみたいな、結構ね衝撃走ったんですよ割と。この軽くお散歩ツーリング行けんのええよな。池田に住んでてよかった池田最高。あ、そういえばジャイロキャノピーの時にあのうちに来てくれた方がヨノコンの近くで衣屋さんやってる言ってましたけどね。おお、カーブが楽しい、めちゃくちゃカーブが楽しい。うおー、カーブが楽しい、カーブが怖くない。昔はあんなにカーブが怖かったのに。ぜひこのジスペケおすすめしたいですね。僕もやっぱりあのカッサンチャンネルのやっぱ裏コンセプトとしてはこうそういうバイクの整備、レストア、レースね、僕も全然知らんところから始めてるんで多分ね共感してもらえる人いると思うんですよ。あ、なんやカッサンできんやったら俺もみたいなね、それコンセプトなんで、ぜひぜひなんかね自分の興味あるところから、全然原付スクーターも楽しいし、うん、レースだってだって何もなくてもできるしね、借りたりとかすれば。オプションなんですよね、オプションを増車して、なんか分からへんけどこの辺りにも多分ねオフ車のそういう林道みたいなとこあるはずなんですよ。ちょっとそれは体験してみたいかなっていうのありますね、かなみたいな。うん、あるある、よく言われるんですよ、カッサンオフ車行かないんすかって言われるんですよ。いやもちろん行きますけどもみたいな、どこ行くんですかみたいなね、何かとさよならしなダメじゃないですか、そこは難しい。でね、闇でね、ヨノコン有名なんですけど、この手前のローソンもなかなか、この前あの北海道、九州ジャイロ伝説の時にたまたまリニューアルしてたからこっちに行って お茶したんですけど、案外このローソンのこの待合室っていうんですか、イートインスペースなかなかいいですよ。かなりゆっくり快適に飲み食いできるんで、実はローソンもいいんですよね。ただ見てください、あのマルサンドライブイン、もう朽ち果ててるじゃないですか。でも朽ち果てたドライブインを見るともう切なくなるんですよね。
あれを作った時の思いとかですね、いろんなことを、なんで潰れたんだろうとかね、いや違うな、案外後継者がいなくて閉めただけなんかなとかね、いやいや儲かりすぎてもっと違う仕事したんかなみたいな、いろんなこと考えて見てください。マルサンドライブイン、まあ壊れそうな感じやな、危な、前見とかな、よっしゃもう夜のコンつきますよ、よし久しぶりの夜のコンやな、やっぱ今日はもう天気いいからバイクいっぱい来てんちゃいます、危ない、これは何 KSR、ちょっと待って、サイドスタンドがちょくちゃ硬いやん、油ささな、全然で、よっしゃ着いたぜヨノコン、久しぶりヨノコン、あっつ、これ1000円で買った夏用のグローブ、安いでしょ、1000円ですよ、バイクの人集まれ、上田オート、上田オートちゃん、 N5 あんの上田オートのこと、今回ねエアクリーナーのなんかこう蛇腹になってるやつ、金具みたいなのを外して、より空気をこう入るような、こうなんていうかな、オカルトカスタムみたいなのを初めての、まあ、ツーリングですね。まあ何が変わったかって言われたらいまいち何が変わったかは分からないんですが、まあスプロケ変えたり、あとイリズムね、デラックスの方に変えて走ってるんですけども、まあ燃費とかパワフルになるっていう、一応そういう風な、まあ触れ込みで乗ってるんですけどね。おー、なるほど、スピードはそんなに出てなくても曲がり方は苦手な、この下り考え方は一緒ですね、しっかりブレーキをかけて出口を見ていく、うん、うん、まあそんなむっちゃ速く走れないですけど、走り方はそういうことなのかな、前に比べてこう緊張感というかですね、ちょっと緩和されてるかな、だから前までやっぱ突っ張ってたんですよね、ブレーキをね、うん、それはあったかも、まあ絶対的に今スピード出てないですからね、しっかりブレーキかけて